今日はこれをちょっとアレンジしたいと思います。手羽中と手羽先を圧力釜で炊いて、骨の髄まで砕いて出し取ったやつです。小豆かぼちゃの鶏そぼろ煮と合わせたいと思います。美味しいけどね。よし、はい、食べていいよ。はい、よし、あら、かわいい。はい、はい、ごちそうさま。まあまあ食べたけどね。まあまあいっぱい入っとったけんね。なんとなんと、はい、届いたうちに。かわいすぎやな。なんでしょう、ラブちゃん、クンクンしよるけど。パパーン、パン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 パカパン。ドリちゃん、可愛く元気なドリちゃん、これからもますます元気です。20歳目指そう。ちょっとこれ、ほら、ドリって書いてある。やば、それ可愛すぎ。これ多分作り立てやもん。ラブちゃん、おめめのことはずっとずっと忘れずに、よって普通に大変だけど頑張ってねって。ラブ、ラブちゃん、ラブ、かわいい、かわいい。ちょっと待って、ラブ、これめっちゃ似合う。ちょっと待って、そしてそしてカムちゃん、元気印のカムちゃん、いつも和ませてもらってるよ。これからも元気なカムちゃんでいてね。カムちゃん、カム、ほら、おやついっぱい。ほら、どこの匂いするの。ありがとうございます、こんなにいっぱい。中身は人用のラムネですので、なんかケースが可愛いので使ってください。ほら、いや、めっちゃ可愛い。これねえ、可愛い。うわら、マスクストッカー、ありがとうございます。玄関に置ける、やば、長さもちょうどいいよ。ダリ、ありがとうって。はい、ココミカさん、ありがとうございます。ね、めっちゃ似合ってます。これ背中も、はい、ありがとうございます。これもらったお菓子なんかな、なんかな、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃない、これ
キビクッキー。ちょっと待って、パパが食べる。ほんのり遠くに甘い。ほんのり遠くに甘い。歯ごたえがいいな。むちゃんたち食べるかな。食べるかな。はい。やばい。はい、カム。カムは何でも食べるもんね。おいちゅう？おいちゅう？もらっておいちゅう？うんうん、おいしいね。